どうもニッチモです。今回はスタン取り放題の最強気絶体験装備を紹介していきます。気絶体験って聞くと何やら聞き慣れない言葉に身構えてしまいそうですが、要は体験とハンマーのいいとこ取りをした気絶特化型の体験装備ということになります。持ち前の気絶やひるみでダウンの機会を何度も作り出し、すかさず新タメ切りや激光弾といった大技をモンスターへ叩き込んでいく、そんなまるでハンマーみたいな立ち回りで戦えるこの気絶体験装備、今回は単なる装備紹介だけではなく、気絶技を対応するための運用方法も合わせて説明していきます。はい、それでは早速装備紹介始めます。まず武器はオリジンを使ってます。オリジンの採用の決め手は高い会心率です。それに加えて攻撃力とか紫切らしとか非常にバランスがいい優秀な体験になってるんですよね。採用機会めっちゃ多いです。そして防具はジャナフェックスヘルム、ヤツカラ Z メイル、そしてこちらはカンナギのコウですね。腕を採用しております。ジャナフ X コイル、ゴルムグリーブ、そして天井の5石を使ってます。スキル内容は抜刀術、力のレベル3ですね。それに加えてニスルが2つ空いた5石を使ってます。この5石なんですけれども、特別レア5石というわけではないんですが、意外と出にくい5石だったりもします。もちろん後の章で5石の編成難易度を下げた装備構成も紹介してますので、対応5石を持ってないよって方もご安心ください。ちなみに装備のスキルはこんな感じです。攻撃7、超会心3、弱点特攻3、集中3、抜刀術力3、KO 術3、スタミナダッシュ3、気絶耐性3、かける虫使い3、渾身1、回避性能1、属性やられ耐性1、チャージマスター1となっております。神5石なしバージョンの装備も紹介していきます。5石は弱点特攻2プラス2スロ、超会心2プラス2スロ、抜刀術3プラス2スロとかでも代用できます。対応5石の幅を広げるために腕の防具をメルザイムに変更してます。結果的に攻撃スキルが1分だけね、レベル1分だけ下がってしまうんですが、運用自体に問題はありません。気絶特化型の体験となってますので、間違っても抜刀術、力や KO 術のレベルを下げないようにしてください。さらに最強ポイントを紹介していきます。気絶とひるみで完全高速ってことですね。抜刀術力3で武器出し攻撃に気絶値が付与されて、さらに攻撃力も上がります。さらにこの KO 術3がこの気絶威力を 1.4 倍にしてくれるんですね。体験のタックルや横殴りはモンスターに対し気絶効果と同時にメッキ効果を与えてくれるんですが、このメッキ力がスタミナダッシュスキルにより 1.4 倍に増加してます。つまり徹底的に気絶とひるみによる完全高速を意識した装備構成になってるんですよね。新タメ切りチャンスとなるスタン状態を何度でも作れるのがこの装備の魅力です。2番目の最強ポイントは合計回心率 100% 達成してるってことですね。ザ・オリジンでまず 45% 確保できてます。それに加えて弱点特攻3で 50%、 渾身1で 10% ということで、合計回心率は 105%、 100% 以上達成してます。渾身が発動していなくても 95% もの回心が保証されてますので、火力は非常に安定していると言えます。はい、そして最後の最強ポイント、体験に必要なスキル全部盛りってことですね。例えば集中3が入っていたりとか、かける虫使い3が入っていたりとか、気絶耐性3が入っていたりとか、おまけでですね、回避性能1とかだったり、チャージマスター1、これは体験の新タメ切りとか激光弾に適用されるんですね、までついてますので、非常にですね、便利な装備というか、使いやすい装備になってると思います。ここで少し話は長くなってしまうんですが、使用する際のポイントも解説していきます。ちなみにですね、体験の技の中で気絶値やメッキを付与できる技は4種類あります。まずキック、横殴り、ガードタックル、タックルですね。それぞれの気絶値とメッキ値なんですが、この中で精査してみますと、相手にダメージをほぼ与えられないキックがまず戦力外ですね。次に初動に遅く連携に持っていきづらいガードタックルが戦力外になります。この中で使いやすく気絶値とメッキ値が高いのはタックル、時点で横殴りとなりますね。つまりこの2つを織り交ぜながら戦うと、気絶とメッキで相手を拘束しつつ火力を落とすことなく戦えるってわけです。次に使用する際のポイント2つ目、効果的な連携技ですね。縦切り、横殴り、タメタックル、新タメ切りといった並びの順番の連携技になります。手早く新タメ切りや激光弾につなげられる上、気絶値とメッキ値の高い横殴りとタックルをつなぎの技にしてますので、モンスターの地を奪いつつ高いダメージを与えることができます。そして3番目のポイント、落とし穴はですね、調合分まで持ってってください。落とし穴中に気絶させると拘束時間伸びるんですよね。そしてこれが最後のポイント、雷鳴を転がして雷あられにするってことですね。狩猟を始める前とかに、あらかじめ詳細マップで雷鳴を転がしの位置を確認して捕まえておきます。頭部以外の部位への攻撃にスタンが入るようになる上、打撃だけでなく斬撃にもスタン値が入るようになるので、スタン装備にとっては超有用な両具生物となります。
そして食べるべきお団子セットについてなんですが、1段目からお団子慶応術、お団子短期催眠術、お団子医療術の順に食べてください。お団子慶応術で気絶にしやすい状態を作り、短期催眠術や医療術で火力と耐久力を上げてます。さらに連れて行くべきお供についてなんですが、2匹のファイトを共にメデュレト X 日傘と状態上攻撃強化と慶応術、それに加えてお供破壊王の術を覚えさせてます。とにかくモンスターの動きを封じれるようにマヒア、スタンや V 破壊ヒルメを狙った構成です。さらに猫2匹に覚えさせたこちらの電天中発射の技でモンスターを雷あられにしたり、秘伝サポートコードのこちらのからくりくじの技で猫式激流層を狙って追加でスタンやヒルミやダウンを奪えるようにしてます。それではここからようやくですね、この気絶体験装備を実際の城で使ってその性能を試していきます。よし、それじゃあよっと、オッケーオッケーオッケー。で、横殴りで、これ突っ張るで、当てるとオッケーで、これ突っ張ってもう一回気絶し溜めて当てると、これはもう食らう。オッケー。お、ハイズった。じゃあここだ。オッケー。で、横殴りしてまたタックルして、さらに気絶し溜めて、よっと、オッケー。落とし穴使う。あ、いてミスった。抜刀して横殴りしてタックル入れて、さらに、ほっと、お、猫ちゃんナイス。猫に麻痺武器持たせてるんで麻痺しましたね。スタンも麻痺も取り放題みたいな感じですかね。今のうちに気絶値も貯めておこう。よっと、よっと、オッケー。もう一回ダウン取れた。ナイス。あー、激光山ありがとう。ギリギリでも激光山当たるんですよね。で、しっかり当てると、よっと、で、タックル、オッケー、ひるんだ、スタン、で、これすかさず混合ため切りして、で、ここでもう一回激光山、これ別に新ため切りでもいいんですけどね、突っ張るタックルの方だとやっぱり激光山の方が相性いいかもしれないですね。よっと、ほら、外れた。よっと、タックルで、あ、猫電天中ナイス。よっと、オッケー、スタン、で、ここはすかさずタメ切りからの切り払いからの、それでもって激光残と、あ、オロミドル来ましたね。オロミドル来たわ。いて、これもライモン転がし使ったんですけど、これはオッケー。さすが、どの部位攻撃してもねスタン取れますからね。もう何回スタン取ったんだって感じですけどね。で、溜めて、もうこれ早く離そう。オッケー。で、これで落とし穴の方をおびき寄せよう。入った。で、頭にすかさず抜刀とタックル入れて、なおかつ抜刀、オッケー、落とし穴中にスタンできた、ようやく。で、ため攻撃と、これで高速時間伸びるんですよね。わあ、早いな。カイカモンスターだから多分罠の時間が早いんですね。さすがだ。よっと、あ、猫ナイス。で、ここでため攻撃と、で、ここで激光ザンと、オッケー。もうちょっとヒルミ生かしたいっすね。いて、よっと、オッケー。あ、猫式激流層当たりましたね。さすが、ダウン取ってくれた、嬉しい。おお、討伐完了。最後すごい畳みかけましたね。コンボ攻撃みたいでした。もはや相手に何もさせないみたいなね。結構ですね、相手を完全拘束思ったよりできたんで大満足でした。非常に強いと思います。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。スタン取り放題の最強気絶体験装備はいかがでしたでしょうか。正直言うと気絶やひるみはそんなに取れないんじゃないかなと不安に思ってたんですが、結果的にはいい方向に予想を裏切ってくれましたね。また気絶やひるみで数多くの攻撃チャンスを作れるこの気絶体験装備はソロだけでなくマルチプレイで大いに役立ってくれると思います。
人とは違う尖った装備で遊びたい方や既存の装備に飽きてしまった方はぜひこの気絶体験装備を作ってみてください。それでは今回はこの辺で、皆様良きハンターライフをお過ごしください。